What's up YouTube? どうも、ソーシュミュージックです。はい、ということで本日は毎週金曜日スニーカーズヒストリーのコーナーでございます。こちらのコーナーは僕自身まだスニーカーの知識が浅く、まだまだ勉強の身なんですが、そこで知ったことなどをこのソーシュネットをご覧いただいている皆様にも共有できればなと思いスタートしたコーナーです。はい、ということで本日で第22回目となるスニーカーズヒストリーなんですが、本日紹介するスニーカーは数あるエアマックスシリーズの中で過小評価されているクラシックモデルと呼ばれる一足、ナイキエア180でございます。クッショニングイノベーションディレクターを務めるデイビッド・ポーランドはエアの容量を大きくする過程で一つのアイデアが浮かびました。アウトソールとエアソールユニットの間にあるフォームを排除することによってエアソールを大きくする余地が生まれるのではないかと、そのアイデアをもとにデザイナーティンカー・ハットフィールドと共に開発、そして1991年に初めて180度の角度で露出するビジブルエアソールを採用したエア180が誕生しました。当時はエアマックスシリーズとは異なるテープでのリリースであったため、ネーミングにはエアマックスを使用せずエア180と呼ばれていました。エアユニットがサイドからだけでなくアウトソールからも見ることができ、エアの容量を従来のモデルよりも 50% アップ。ナイキはビジブルエア化した保護性の高いアウトソールを通してエアテクノロジーを強調することでさらに一歩先へ進みました。理由は安く行うはただし、エア180はエアマックススニーカーの中で最も難しかったものの一つとデイビッド・ポーランドは振り返ります。また後の1993年に発表され270度のマックスエアを搭載し衝撃を与えたエアマックス93へのステップアップとなるエアマックスシリーズの中で最も重要なモデルの一つです。発売時に一流の映像作家演出家を起用した CM で大々的に宣伝されましたが、市場に流通したのはわずか1年ほど、セールス面でも振るわず過小評価されているクラシックモデルとも言われております。また当時の CM が YouTube にもアップされており、動画説明欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。1992年に開催されたバルセロナオリンピックに出場したマイケル・ジョーダン、この大会で主に着用していたのはエア・ジョーダン7ですが、ドリームチームのポスターではこのエア180を着用。そして同じく出場していたチャールズ・バークレーは同じクッショニングシステムを搭載したエアフォース180を着用して出場しました。また2004年にカニエ・ウェストとナイキとのコラボはエア180からスタート。デビューアルバムカレッジドロップアウトをリリースした際にこのモデルが制作されましたが、関係者のみに配られ一般に販売されることはありませんでした。しかしこのコラボがなければ後のエアイージーシリーズは登場しなかったかもしれない重要な一足です。エアマックスシリーズの中で認知度はマイナーな位置付けのエア180ですが、ナイキの中ではかなり重要な一足とも言えます。2013年には様々なエア180がリリース、5月にはオリジナルモデルを忠実に再現した通称ウルトラマリンが復刻リリース、ソール部分にはエイジング加工を施しジェットストックのような雰囲気を演出、経年劣化による変色したミッドソールやアウトソールの汚れなどを施すことで新品でありながらも味のある一足となっております。8月には最新テクノロジーでリビジョンした最新作エアマックステラ180がリリース、アッパーには複数のレイヤーを熱圧縮によって1枚のワンピースに構成できるハイパーフューズを採用、オリジナルデザインそのままに軽量化を図り通気性やフィット感などを格段に向上、またアウトソールにはフレックスグループを入れることで屈曲性を高めています。そして11月にはブライトコンコルドが登場、ホワイトをベースカラーにした一足でサイドのスーシュにはゴールドをアクセントとしてプラス、シューターやヒールカウンター部分にはパープル、エアウィンドウの補強部分にはブルーを添えることで爽やかなカラーリングに、また前出のバルセロナオリンピックのポスターにてマイケル・ジョーダンがしたものと同じカラーリングとなっております。製造された期間も短くマイナーなモデルとされますが、ナイキのエアマックスシリーズの中で欠かすことのできない一足です。はい、ということで本日はナイキエア180を紹介いたしましたが、いかがだったでしょうか。本日のコメント欄なんですが、過小評価されたクラシックモデルと呼ばれマイナーなモデルとされるナイキエア180、ご覧いただいている皆様でマイナーなんですけども好きなモデルのスニーカーはありますか。もしあればコメント欄の方にお願いします。また今回僕がチェックしたリソースは全て動画説明欄の方にまとめておりますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで本日はスニーカーズヒストリーナイキエア180でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、パソコンでこの動画をご覧の皆様はこの右下にある画像をクリック、スマートフォン、タブレット端末でこの動画をご覧の皆様は動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook、Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。
まあ、ちなみになんですけども、去年ですかね、あのエアマックスのですね、あの投票があったと思うんですけども、その時にですね、僕はこのエア180を投票しました。まあもちろんなんですけども、まあ、1位になるとは思ってませんでした。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。いつも以上に走れランナガン、夢を追うならマジでランナガン、ガリの走法攻めのランナガン、ランナガン、ランナガン、いつも以上に走れランナガン、夢を追うならマジでランナガン、ガリの走法攻めのランナガン。